カテゴリー7ケーブルテラコネクタカテゴリー7ケーブルとは、イーサネット及びその他の高速信号転送のためのツイストペアケーブルの規格である。汎用的に CAT7 または CAT7 と表記される。既存の規格である CAT5、CAT6 などとの上位互換性があるが、STP ケーブルのみであり、既存の UTP 機器との互換性には注意が必要である。 キャット7はキャット6に比べて、クロストークやノイズに対してより厳しい仕様を規定している。そのため、各寄り体にそれぞれシールドを追加し、ケーブル全体にもシールドを施してある。カテゴリー7は、ISO に参加する各国組織より承認されている。キャット7、7A のケーブルは、キャット6以下とは違い、規格上も含め全て STP である。 そのため、一般においても、UTP ケーブルとは、扱いが違うことに注意が必要である。カテゴリー7ケーブル規格は、1 0ガビットイーサネットを導線で100メートルを超えて、実現するために策定された。他のツイストペアケーブルと同様に、ケーブルは4体のツイストペアケーブルで構成されている。キャット7の終端は、 RJ-45 と互換性を持つ GG45 コネクタもしくはテラコネクタである。ヨーロッパではテラが主流である。GG45 コネクタもしくはテラコネクタと組み合わせることにより、カテゴリー7ケーブルは 600MHz までの伝送を行うことができる。厳密に言うと、カテゴリー6まで使用されている RJ-45 コネクタは、 カテゴリー7で使用できないことになっている。しかし、市販のカテゴリー7ケーブルは、RJ-45 コネクタを使っているものが、多い。それらはすべて規格外であるが、市販品において、デファクトスタンダードになっている。カテゴリー 7A は、単一の線で CATV を含む、様々な用途で使用できる、要、上限周波数を 1000MHz まで引き上げた規格である。 シミュレーションの結果によると、4 0ギガビットイーサネットでは5 0ルまで、1 0 0ギガビットイーサネットでは1 5ルまで利用できる。ペンシルベニア州立大学のモーセンキャバラッドと、研究者らは3 2トルもしくは2 2トルプロセスルールの回路によって1 0 0ギガビットイーサネットで1 0 0ルの伝送が可能で、あるとしている。しかしながら、 過去の同様の研究では、c a t 5E でも 10GBps で通信できることが示されており、これらの記述は注意して読む必要がある。さらに、2010年7月現在では、IEE、e、はドラフト802.3バにて、カテゴリー7ケーブルでの 40GBps もしくは、100GBps 通信について検討していない。将来、 そのような利用が存在することも保証されていない。CAT7A は現在 ISO 標準の増歩1に、そのチャンネル性能が反映され、現在コンポーネント性能が、増歩人に反映される過程にあり、最終的に ISO11801 アメンドメント 1&ISO11801 アメンドメント2となる予定である。汎用的に CAT7A、または、 キャット 7A と表記される。ありがとうございます。